天気だな今日も。何しに来たんです柳瀬の旦那。そんな言い方ねえだろうよ。俺はねこの常連なんですもんね。ここへ来る暇があるんだったら三河屋さんに押し込んだ一味をさっさと捕まえたらどうです。そうよそうよ。そう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 。柳瀬の旦那、ここは食べることよりまずお役第一になさった方がよろしいようですわね。分かった分かった。どうして風当たりがこついんだよ。さあ俺も仕事行かなきゃ。仕事？だって神戸さん町内の老人会で江ノ島乳酸に行ってんだろ。生さんだけ働くわけ。そうなんだよ。神戸さんしっかりと俺にだけは仕事残していったんだ。こ